橋本セイナのプププラジオ。はい、始まりました、橋本セイナのプププラジオ。この番組は橋本セイナがパーソナリティを務め、 LC の魅力を発信したり、橋本セイナの魅力をもっと伝える番組です。前回の配信がなんと6月29日ということで、約4ヶ月ぶりの配信となります。皆さんお待たせしました。お久しぶりです。はい、今回で第6回目の放送となります。今回も皆さん楽しんでいきましょう。はい、前回の放送が6月29日4ヶ月ぶりってやばいですね。あの、前まで1ヶ月に2回は配信してたので、あのちょっとここからまたね、ちゃんとコンスタントに放送できるように頑張ります。はい、決してなくなってはいないので、皆さん安心してください。なんか久しぶりのトークってなるとすごく緊張しますね。なんかライブ中のMC とはちょっとこのラジオまた違うので、なんかライブ中の MC はどちらかっていうと橋本セイナアイドル全開みたいな感じでお送りしているので、どっちも本物の私、本当の私なんですけど、あのラジオの橋本セイナはちょっといつもとは違って、落ち着いた、まあ年相応の女性の放送かなって思います。はい、最近ね、あのちえちゃんがで誕生日だったんですよね。そうで、ちえちゃんの誕生日が、誕生日にちょうどレッスンがあって、でそのレッスン後にみんなでケーキ買いに行ったりして、みんなでちえちゃん家でお祝いしました。なんかいろいろ風船とか飾りつけたりして、あとチキンとか、あとケーキも食べたし、ピザも食べたし、なんかまるでクリスマス前のような、あの一日を過ごしました。はい、しかもみんなで、まあその日はね、特別な日ということで、チートデーかなと思って、みんなでね、久しぶりにあのお酒を飲んだんですよ、お家でね。お酒を飲んで、ちえちゃん誕生日だし、シャンパンも買おうよみたいになって、でシャンパンも買ったんですけどみんなも私もそうなんですけど、もう一口ぐらい飲んでもう飲まないっていうあのそんなちょっとゆっくりした楽しい回でしたね。まあ、お酒も飲んだとはいえ、そんなのもう酔っ払うほど飲んでなくって、全然、はい、全然大丈夫でした。なんかその時にちょっと深夜インスタライブを配信したんですよね。でそれでちょっとお酒飲んでますっていうことを言ったら、みんな酔っ払ってるじゃんみたいな、全員のテンションが高すぎて、酔っ払ってるじゃんみたいなコメントでよくあったんですけど、あれってエルシーの結構素というか、なんて言うんでしょう、裏でもあんな感じなんですよね、常に私たちって。だからなんかお酒で酔っ払ってではないんですよね、あの日は。本当にもう1ミリも誰一人としても酔っ払ってなくて、まあ、酔っ払ったら酔っ払ってるって私たち言う派なので、はい、本当にシラフでも一生あのテンションで居続けるエルシーなので、そうなんですよ。だからなんか一年中うるさいのがエルシーだなって思います。はい、しかもその時にゲームもみんなでして、なんか新しい2つのゲームも購入しまして、途中で。だから今度また改めてそのゲームもちえちゃんでちでしようっていう話になっています。なんかね、桃鉄を私初めてしたんですけど、ルールが全然わかんなくて、でもみんな優しく教えてくれたので、途中から楽しいってなったんですけど、私めちゃめちゃ絶好調で、その桃鉄で、あのすっごい、もう一人だけもう独走してたんですよ。賞金とかも、なんかゲームの進め具合も独走してたんですけど、最後の最後に借金まみれになってしまい、最終的には3位で終わりました途中まで絶好調だったのはおかしいな。はい、ということで、そんなゲームしたり、ちょっとお酒を飲んだり、ちえちゃんのお誕生日を、みんなでお祝いすることができて、とっても楽しかったです。次の誕生日は私なので、
皆さんお祝い待ってます。はい、ということで、エルシーのグループとしての最近あったことに触れていこうかなって思います。最近あったことはエルシーねツアー2021プリンセルシーがなんとツアーファイナルを迎えました。イエーイ。7月末から始まったツアーがやっと、いろんなところ全国いろんなところを行ってついにファイナルを迎えて、もう大成功なツアーでしたね。皆さんどうでしたか？めちゃめちゃどこの土地に行ってもすごく温かい方ばかりで、もちろん東京から来てくださった皆さんをもう飽きさせないように楽しませようと思ってパフォーマンスもいっぱい頑張ったし、それプラスやっぱり地方に行ったらこうエルシーを初めて見る方がきっとちらほらねいらっしゃったと思うんですけど、そういうエルシーを初めて見る方とかたまにしかエルシーを見ない方もう、エルシー素敵なグループとかエルシー応援したいわって思ってもらえるようにツアーいろんな箇所頑張ったんですけれども、このツアーを通してまあ楽しいことも辛いこともいっぱい経験したんですけど、本当にちょっとエルシーが成長した、身体ともに成長できた3ヶ月間だったなって私は思っています。私も自分自身も含めてすごく強くなれた、アイドルとしてすごく強くなれた気がします。なんかこうツアーを通して新たな目標とか、あ、エルシーにはここが足りないんだ、こういうところをもっと改善すればエルシーってもっともっといけるかもしれないとか、そういう反省点とかもこの3ヶ月ですごく出てきて、あ、やっぱりツアーやってよかったなってすごく思いました。だからこの熱意とかそういうのがファンの皆さんに伝わっていたらいいなって思っています。こういろんなね初めて行く箇所とかもあったんですけれども、ねすっごい楽しかったですね。そのツアーはいろんなところに行くとそのところどころの美味しい食べ物もたくさん食べれるし、なんか私新幹線とか乗り物に乗るのがすごく好きで、車移動もすっごい実は好きなんですよ。ですっごい新幹線乗ることも好きだし、そういうなんか移動中もすごいワクワクして、なんか遠足みたいな気分で楽しかったです。なんかファンの人たちもこうみんなで車で来たりとか、おのおのね新幹線で来たりとかしてるツイートを見たり、あとご当地の食べ物とかをツイッターに載せたりとかして、あーなんか遠征の醍醐味っていうかこういうところにもあるんだなって思って、すごくそういうみんなのツイートとかも見るのが毎回楽しみでした。なんかねもうねツアー、まあ、次いつどうなる、どういつやるか分かんないんですけれども、またね来年もねパワーアップしたエルシーでツアーできたらいいなーなんて思っています。はい、今回ツアーのテーマがプリンセルシー、エルシーとプリンセスっていうのをこうかけてプリンセルシーという名前で今回のツアーいろんな箇所を回らさせていただいたんですけれども、なんかプリンセスになりきれてましたかね、エルシーは。なりきれたらいいなって思います。テーマに沿ってなんて言うんですか、プリンセス感をお届けできてたらいいなって思うんですけど、まあ多分届けられてないのかなって思います。はい、でいろんな箇所行ってファイナル渋谷地帯オーウェストさんでツアーファイナルを無事大成功させることができて本当に一安心しています。もうねツアーファイナル 1ヶ月前からもう結構燃えるし追い込みまして、本当にもういろんなところで行ってるんですけど、もう追い込みすぎてもう多分みんなそれぞれ多分お家でもう心がやられすぎて泣いてた日々が泣いてたんじゃないかなって思うぐらいに身体ともに珍しくやられてたんですけれども、
まあ、あのやっぱり頑張れば頑張るほどこうファンの人たちに熱量ってやっぱり伝わるんだなって思うし、ファンの人もなんかもっともっとヘルシーをやっぱり応援したいって思ってくれるんだなっていうことに気づきまして、やっぱりアイドルである私たちが頑張る姿をなんか見せていくっていうか、今までのエルシーは結構頑張っていたとしてもそれはあんまり表に出さないというか、なんかなんだろうな、出すのがあんまり表に出すのが苦手っていうか、まあ、そういう感じだったんですよ。まあ言ったらちょっと透かしていたというか多分そういう部分があったんだと思います。だけど、やっぱりアイドルたるもの必死に頑張る姿って大事だなと思ったし、頑張れば頑張るほどやっぱりファンの人たちはついてきてくれるのかなって思いました。すごくだからこのファイナルからファイナルに向けてのこのレッスン期間とかそういうところはもうスケジュールとかでもやっぱもちろんしんどすぎるってなって私もちょっと家でも泣いた日々だったんですけれどもでもその頑張りとかが、ファイナルで自信を持って出すことができたので、まあ、努力や練習って絶対に裏切らないんだなって思いました。だから次ね、ツアーファイナルで発表になった次イーストが年明けにあるので、そこに向けてまあここからまたね、気を入れ替えて頑張っていきたいなって思っています。はい、今回ねツアーファイナル実は演出とか構成とかももちろん大人の方々にも協力していただいて、私がこうみんなの意見とかをまとめてこう私の思い描くエルシーはこういう感じでやりたいなとかをこういろいろみんなの意見とかと混ぜながらこう大人の方々にこう共有させていただいて、ここはもうちょっとこうしたいなとかっていう演出や構成をいろいろ打ち合わせして、やらさせていただきました。今回豪華セットもあったので多分ファンの方もちょっとびっくりしたんじゃないかなって思います今までのエルシーになかったものが今回のファイナルではあったので、リミックスもずっとやりたいって言っていたものを今回叶えることができて、こうメンバーにこういうのリミックス、こういうなんかいろんな楽曲をエルシーのいろんな楽曲を混ぜてリミックスっていうものをやりたいんだよねってメンバーに話した時に、メンバーもそれいいじゃんみたいな、もうすごいいいじゃん、やりたいっていう風に言ってくれたので、今回リミックスも新しいダンスとかもうつけてもらって、やらさせていただきました。音源からも結構一からもう私がこうその方と音源作ってくださる方と一からやらさせていただいたので、結構すごいもう何回も何テイクももう30テイク40テイクぐらい多分やり直しをいろいろしまして、細かいところの音とか細かいところのつなぎとかそういうところにも結構こだわりましたので、またねちょっとツアーファイナルだけでは終わらせたくないなと思うので、またどこかの機会でね、なんか何回かでもできたらいいかなって思います。はい、本当にいろんなことに挑戦したツアーファイナルでした。新曲もできたし、新衣装もできたし、新 SE もできたし、本当になんかかっこいいエルシー、もうみんな私たちに不安な気持ちとか捨てて、もう楽しい気持ちだけを持ってついてきてって自信持って言えるようなツアーファイナルに私たちはする自信があったし、ファイナル終えた後はもうファイナル終えた後も自信につながったし、もうとにかくもう自信満々なツアーファイナルでした、はい、ということでツアーファイナルは本当に楽しい思い出がいっぱいできて、
ここからのね、エルシーの3年目もみんなもっともっと応援したいなと思ってもらえるようなライブにできたんじゃないかなって思います。皆さんも同じ気持ちだったらいいなって思っています。そしてツアーの3カ所目 ?4 カ所目で9月の頭に私の凱旋公演富山に行きました。私がアイドル始めた頃からのずっとずっと夢な凱旋公演だったので本当に嬉しかったですね。でも今回ねちょっとコロナがねやばい時期だったのでお母さんとかもお友達とかもちょっと来れなかったんですけれども、まあまたいつかちょっとコロナが落ち着いた時期にリベンジして、頑張ってる姿とかお母さんに見せた、お母さんお父さんおばあちゃんおじいちゃん親戚お友達いろんな人に見せたいなって思います。富山ってね何にもないんですよ何にもないんですけど、こうだし今回富山でオフ会やりますとかもなかったので、なんか特別なこうトピックスっていうのが本当私の凱旋っていうぐらいだったので、東京から遠いし新幹線でも結構お金かかっちゃうしとかちょっと不安だったんですけれども、皆さん来てくださってありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しかったです本当に。夢が一つ叶うってこんなにもなんか幸せで、なんかこうその夢を叶えれる状況にあるっていうのももちろん私一人じゃもう何もできないですし、エルシーっていうグループがあってそのスタッフさんが夢を叶えてくださるスタッフさんがいて、それを応援してくださるファンの皆さんがいてこその夢が叶うなので、本当にもう感謝いっぱいな公演でした。なんか富山のアイドルファンの方とかにもエルシーを見ていただけたし、本当にもう幸せな空間でした。ありがとうございました。もうね楽しすぎてちょっと記憶がないぐらいに楽しかったです、はい、だから来年もどこか来年再来年いつになるか分かんないですけどまた富山に行けたらいいなって思っています。そしてツアーファイナルで発表になった重大発表3つがあります。 1月5日に渋谷ツタヤオーイーストさんにてワンマンライブ、イエーイ、セカンドワンマンライブです。いやついにセカンドワンマンライブ、今年の1月に新宿ブレイズでワンマンライブ、ファーストワンマンライブをやったんですよね。その時とはもっともっとその時よりもっと規模が大きくなっているっていうことでやばいですね。ちょっとイーストに立ってるエルシーってどんな感じなんだろうってちょっと想像つかないんですよね。でももうすでに着々とこれ私の頭の中っていうか勝手な考えなんですけどイーストはこういう感じにしたいなとかちょっと思い浮かんできてはいるんで、まあそれが叶うかどうか分かんないんですけども、またねこうメンバー全員で意見出し合ったりとかしていいライブにしたいなって思います。なんかいいウエストの時よりもなんか成長っていうよりもなんだろうな、なんか成長を感じてほしいとかっていうよりもなんだろう、なんなんですかね、エルシーここからめちゃめちゃ売れるんじゃないみたいな、そういう波を感じ取ってもらえる、確実に感じ取ってもらえるライブにしたいなって思っています。なのでもう3ヶ月前なんですけれども、2ヶ月ちょい前、やばい、もうそれだけしかないなんですけど、まあ、2ヶ月後のエルシーはきっとすごいものを見せれるんじゃないかなって思っています。はい、ちょっと自信満々に言っちゃったんですけど2022年のエルシーもすごく楽しみにしていただけてると嬉しいです。そして2がサブスク解禁、イエーイ、サブスク全曲解禁ということでですね、やっとです、お待たせしました本当にやっとですね、まあ、今14曲あるので多くなりましたね。
14曲あるので、あのね、ぜひ皆さんに車の中とか、こうお家の中とか、移動中とか、ライブ前とか、いろんな場面でサブスクをね、エルシーの曲を聴いていただけたらいいなって思います。エルシーはね、結構いろんなジャンルの曲があるので、聴いていて飽きないんじゃないかなって思うので、はい、またね、こう一人一人の声とかも、あのよく耳を澄まして聴いていただけると嬉しいです。そして3つ目の発表が DVD 発売、イエーイ。いやー、嬉しいですね。 DVD 発売をここでできるって思ってなくてですね、本当にめちゃめちゃ嬉しいですね。しかもツアーファイナルの、あのなんかエルシーの歴史的瞬間っていうんですかね、こうなんていうの、私からしたらちょっとあのファイナルは今のところエルシー1のライブだったので、その歴史的瞬間を DVD として形に残せるってすごく嬉しいなって思っています。なんかね、 DVD だからさ、私はちょっと家族に送ったりしようかなって思っています嬉しすぎて。これがね、だからもしメジャーデビューってなってさ、 CD 出すとかってなったらさ、もうどういう感覚なんだろう。もうなんか多分私の家族に CD を送ったら、多分私の家族は親戚中にもうすごい配るんだと思うんですけどそれぐらいになんかね、嬉しいことだし、こう DVD 発売もなんかエルシーとしての第一歩なのかなって思います。今までではちょっとありえなかったことっていうか、できなかったことなので、それが2年目でやっとできるってなると、めちゃめちゃ嬉しいなって思います。形に残せるってやっぱりいいですよね。こう、あ、1年前とかこういうことがあったなとかを振り返れる映像があるってすごくいいなと思うし、私たちはその映像がさ、こう日々映像撮ってるのであるんですけど、ファンの人とかはね、そういうのがないのでね。だからさ、それをこう毎日テレビで見れるかね、テレビで見れるかなって思うと嬉しいなって思います。皆さん毎日でも見てください。そうですね、重大発表、この3つさせていただいたんですけれども、あのどのトピックスももう今後のエルシーにとっては欠かせないので、皆さんどの3つも忘れないでいてください。そして新曲流れ星が発表になりました、イエイ。今回新曲の流れ星は、あのですね、いつもは歌割りがこう運営さんから送られてきて、で、あ、私ここ歌うんだ、でレコーディングなんですよ。でも今回の流れ星は、もう全員フルでレコーディングをしまして、でこのパートは誰々が合ってるよねとかっていうのを、まあ、上の方々から大人の方々からこう割り振っていただいて、はい、歌割りになったんですけれども、ずっとずっとこういうやり方をしてみたいなと思ってたので、これがやっとできて超嬉しいです。本当に流れ星は、まあ、エルシーっぽいなっていう感じですよね。エルシーっぽさがあるなっていう感じです。だから、まあ、この曲もすごく大事に大事にしていきたいですし、今回のそういう撮り方をしまして、で私どこの歌割り来るんだろうって全くちょっと分からなかったんですよ。分からなくって、どこ来るんだろう、ドキドキだな、ドキドキするなって思ったんですけど、出だし私が歌うんですけれども、出だしを いただけて本当に嬉しいですね。ありがとうございます。嬉しいです本当に。でもなんかやっぱりこう一曲丸々一人ずつレコーディングすると、その人それぞれの似合ってるっていうか、歌いやすいパートとかがやっぱりあるので、やりや、なんて言うんだろう、だから流れ星は結構歌いやすいっていうか、それぞれに合ってるパートなので、なんか歌いやすいかなって思います。
い、なんかそういうところとかもね、ぜひ注目して聞いてください。まだちょっとね、私たち流れ星披露するとなると毎回ちょっと緊張するので、はい、あと10回ぐらい、あと1ヶ月ぐらいしないと緊張抜けないかもしれないんですけど、まあそれもいい緊張感ということで、皆さん温かく見守ってください。そうですね、あとは夏はもうたくさんいろんなことがあって、もう振り返ろうにも振り返れないぐらいありました。うーん、もうでもほとんど夏のフェスとか、まあ夏のそのツアーでもう毎日エルシーといたなっていう感じなんですよね。本当にもうエルシーといない時間ってないなって思うし、なんかもうそりゃ仲良くなるよなみたいな。そりゃね、でもね、エルシーってこの夏を通して思ったのが、新しい発見だったんですけど、みんな体力が鬼ある、みんなめちゃめちゃ体力があって、この夏結構炎天下の中でフェスとかもあったので、うわ絶対誰かしらは倒れるだろうなみたいなあったんですけど、みんな倒れることもなく、こう呼吸がこう乱れるとかもなく、みんな健康、もう健康のまんま無事終えたので、ちょっとそれ驚きですね。結構ね、外部のスタッフさんとかにもエルシー夏大丈夫みたいな言われてたんですけど、結構ねエルシー大丈夫みたいです。体力地味にあるなって思いました。びっくりしました。まああれですかね、運動部が多いっていうのも多いかもしれないですね。こう運動部ならではの根性と体力がついてるのかもしれないです。これはもう新しい発見でした。まあね、最近本当にツアー始まってからもう本当に一緒にいる機会が本当に多かったので、もう夜ご飯とかも一緒だし、昼ご飯も一緒だし、なんなら朝ご飯も一緒だしみたいな。で大阪のツアーが終わった時はもうそのままみんなで4人で同じ部屋で泊まって、その次の日ね、ユニバにも行ってるしみたいな、どんだけ一緒にいるんだよっていう。本当に仲いいですよね。まあ仲いいとは言われてますが、もちろんね、グループなので、まあ、友達のようで友達じゃないっていう、こうなんて言うんだろう、こうまあみんなねプロ意識持ってやってるところはあるので、友達みたいな仲の良さなんだけど、もちろんライバルでもあってみたいなね。だからこうレッスンしてる時とかもちろんこうバチバチする瞬間とかもこう見えてエルシーってあるわけですよ。多分みんなからしたら想像つかないと思うんですけど、結構ねあるんですよ、そういう瞬間が。やばいビリビリしてるみたいな、はい、おのおのあるんですよね、そういう瞬間がね。でもエルシーのすごいところって、こうここはこうだよとか、こうまあちょっとピリついた雰囲気の時とかもあっても、もうなんかその話題がこう終わったらもうすぐ切り替えれるんですよね。切り替えていつものエルシーなんですよ。それがやっぱりすごいなって思うし、なんか何なんですかね、不思議ですよね。本当にだいたいそういうのってこう引きずって、こうちょっと空気悪くなったりするのが人間かなって思うんですけど。はい、しかもてか昔の私だったら、多分そういう険悪な雰囲気が流れてたら、なんかそのまま行っちゃってたと思うんですよ、エルシーになる前の自分だったら。でもなんかエルシーの入ってから、エルシーに加入してからの自分は、なんかまるで人が変わったかのように、結構なんかなんて言うんですかね、そういうのあんまり引きずることがないくなったので、これはまあ他のメンバー3人の多分きっとからの影響ですね。完全にいい影響を受けています。はい、だからまあたまにピリついた雰囲気があってもすぐないつもに戻るので、まあみんなそんな大人なのでね。みんな結構ジュリちゃん以外は結構いい年した大人なので、まあ空気読めるんですかね、何なんですかね。そんな裏側のエルシーも、裏側そういうなんて言うんですか、いつも普段のエルシーからは想像つかないような一面もあります。もちろんそりゃだってさ、真剣に一人一人が
真剣にエルシーに臨んでる、エルシーに向き合ってるっていうことだと思うので、私は、うん、真剣に向き合ってるからこそのだし、真剣に頑張ってるからこそのあのそういうなんていうんですか、ピリついたムードだったりがあったり あると思うので、これはなんかすごくいいことなんじゃないかなって思います。まあでもにしてもやっぱり仲いいので、結構言われるんですよ、エルシーって本当に仲いいですよねみたいな。結構アイドルの私のお友達とかでも言われるんですよ、メンバー本当に仲いいねみたいな言われるので、やっぱ仲いいんだって思って確かに。でも私も今までのアイドル人生から考えたら、うん、一番今のグループが仲いいかもしれないって思います。イエーイはい、まあね、それぞれみんななんかエルシーってこう似たようで似てないというか、個性があるというか、ちえちゃんはなんか、ちえちゃんってリーダーでこういつもメンバーのことをしっかり全体を見てる、見て行動してるし、なんか違う角度から物をことを判断できるというか、そういう冷静なところがあって、すごく私頼りにしてるし、なんかグループのこととかあったらちえちゃんにすぐにこうね相談するんですけど、そういうなんか一面もあるんですけど、だけどちえちゃんってめちゃめちゃギャグ線が高くって、あんなエッチなのにめちゃめちゃギャグ線が高くって本当に面白いんですよ。なんて言うんだろう、私とか椎名ちゃんって結構なんか意味のないバカ、意味のないバカっていうか、こうなんて言うんだろう、意味のない面白さっていうんですか、なんかとぼけてる感じなんですけど、ちえちゃんは中身のあるボケというかみんなが面白くなるようなボケをするので、本当にもうすごいなと思います。マルチですね本当にもう椎名ちゃんとかはもうあんな可愛い顔面なのにめちゃめちゃアホだし、まあ、多分本人私に言われたくないと思うんですけど言われたくないと思うんですけど、私と同じぐらいちょっと抜けてるので面白いですよね本当に。あのオードブルズの一人なので、はい、これからも椎名ちゃんと支え合いながらオードブルズやっていきたいなと思いますでも椎名ちゃんは本当にあの根が真面目なのでこれ言う、多分言うと本人嫌がるんですけど、根が真面目なので、あの子はだからね、本当にね、なんか言ったことは絶対次までには椎名ちゃんを直してくるタイプなので、やっぱ根が真面目だなと思いますねジュリちゃんはもうあんな二十歳いないっていうか、本当にもう奇跡の二十歳だなって何度見ても思いますね本当に。あのね、ジュリちゃんってね、なんかね不思議なんですよね、不思議なオーラがあるんですよね。なんか笑いのツボもちょっと人とずれてるし、なんかね不思議なんですよね、とにかく。でも私ジュリちゃんと喋ってる時間って本当に心地よくって、結構ねあのぶっちゃけた話をよくするんですよね。なんだろう、エルシーのことでもそうだし、まあ、プライベートのことでもそうなんですけど、なんかね結構そうぶっちゃけた話をお互い本音でし合うので、うん、結構熱い話をジュリちゃんとするかもしれないです。でもそんなさね、話が通じる二十歳ってなかなかいないので、でもたまに見せるこうなんて言うんだろう、二十歳っぽさの幼さっていうの、そういう場面がね、まあたまにあるわけですよ。たまに見えるのがすっごい可愛いなって思います。だからあのまあこれからも、まあ、ジュリちゃんのこと可愛がっていこうかなって思いますはい、最近のエルシーはそんな感じですね。このラジオを通してね、私だけじゃなくてメンバーそれぞれのなんか魅力とかもやっぱり伝えていかないと、私はこれをやってる意味がないのでね、ちょいちょいこうメンバーのね秘話とかも話していけたらいいなって思っています。なので橋本推し以外の人の人にもぜひ聞いてもらいたいなって思います。
ちょっとね、久しぶりのラジオでめちゃめちゃ緊張したんですけど、皆さんどうでしたか？楽しんでいただけたらいいなって思います。トークも4ヶ月ぶりだったのできっと鈍ってるんですけれども、まあここからまたトーク技術がアップするように頑張っていきたいと思います。そしてちょっといずれはやっぱり橋本聖奈の冠ラジオ番組を持ちたいなって思っていますので、大人の方々お待ちしております。大人の方々お待ちしております。ぜひ私にラジオ番組ください。めちゃめちゃ盛り上げますよ私。はい、ということで今回のラジオは皆さんいかがでしたでしょうか、いかがでしたでしょうか。今後はね、頻度を増やしてやっていけたらいいなと思いますので、決してなくなるということはないので、皆さんこれからもよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。橋本聖奈のポップラジオ、ありがとうございました。バイバーイ。この恋の先に